それではご覧いただこう。はい、本日は、ハッセルゲダーにやってきました。はい、こちらですね、長谷ゲダって書いてハッセルゲダって読むようです。こちらですけども、なんかどっか一角に、お地蔵様が、いっぱいあるところがあって、まあ、そこの、風車が風もないのに回るっていう噂があるようです。ちょっとそのお地蔵様が見当たらないですが、後ほど探してみたいと思います。こちらは、この十一面観音様ですかね。これが、かなり有名なもので、この本堂の中に、収められているっていう話です。はい、ではちょっとお地蔵様探してみたいと思います。それはそのお地蔵様の周りに、風車があって、それが、風もないのに回っているっていうような話と、まあ、ここで写真を撮ると、なんか心霊写真がよく撮れるっていう話があるようです。まあ、あとは、昔、あなたの知らない世界っていう、心霊番組があったんですけども、そちらの方で、まあ、この子の、場所が出たっていう話ですね。ちょっとどういう回でどういう話だったかっていうところまではわかんないんですけども、ここが、舞台となった話があるようです。こっちはお墓ですね。はい、こちらは池になってるようです。お地蔵様見当たらないですね。もうなくなってしまったんですかね。そのお地蔵様の、一つが、顔がいきなりこう険しい表情になるっていう話もあるんですけども、みんな、健やかな表情をしていますが、なんか突然こう表情が険しくなるっていう話ですね。こちらのお嬢様は、首がないです。はい、おそらく噂のお嬢様は、今のお嬢様だと思います。
とどういう怖い話が、この舞台になっていたかは後ほど調べてみたいと思います。はい、では終わりにしたいと思います。失礼します。